新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は今夜、東京、大阪、京都、兵庫の4都府県を対象に、3度目の緊急事態宣言の発令を決定します。2>, 2週間で、とにかく短期集中型によって、この変異株による感染者の増加を抑えようという、まあ、そういう思いの中で取り組んでいるところです。 今回の緊急事態宣言は、酒やカラオケを提供する飲食店への休業要請などが柱で、命令に違反した場合は30万円以下の課料を課すことができます。百貨店や映画館など大型の商業施設に対しても休業要請を行うほか、プロ野球などのイベントは原則無観客とします。発令期間はあさって25日から来月11日までのおよそ2週間とする方針で、 短期間とする代わりに強い措置を講じて感染を抑え込みたい狙いですただ政府分科会の尾身会長は来月11日の時点で感染状況が改善していない場合は当然延長もありうるとの考えを示しています政府は今夜対策本部を開いて宣言の発令を決定し菅総理が記者会見して説明します